ウクライナよ、前へ、は、ウクライナの政党。1998年に、ウクライナ社会民主党と人権党の合併により、ウクライナ社会民主党が成立し、2012年に、現在の党名に変更した。初代党首は、ワシリーオ・オノペンコで、オノペンコは1999年大統領選挙に、立候補ーセ4 7を獲得するに、止まった。 2006年11月に F ヘン・コルニーチュクが党議長に選出される。コルニーチュクは現在、ウクライナ政府の第一司法次官を務めている。2002年3月30日、2002年ウクライナ最高議会選挙において政治ブロック有利やティモシェンコブロックに加わる。2006年3月26日、2006年ウクライナ最高議会選挙でも、 ティモシェンコブロックに加わった。2007年9月30日の2007年ウクライナ最高議会選挙でもティモシェンコブロックに加わり、同ブロックは156議席を獲得した。ありがとうございます。